もう撮ってるの？ロゼリアでキーボードをやっています。白金凛子です。あの、アコちゃん、私何を話したら。え？バンドを始めた理由？ライブハウスって、人たくさん。無理、怖い、私帰る。そのもう少し積極的になりたいです。私このままでいいのかな。もっと自分に自信を持たないと。私もどこかでこんな自分を変えたいって。私皆さんと弾きたいです。頑張ります。お願いします。楽しい、一人より全然楽しい。みんなと音を重ねられて本当に嬉しかったです。きっと私たちどれだけ練習したって音なんか合いません。こんな演奏誰も振り向いてくれません。だって誰もみんなの音聞いてないから。大切な衣装、私たちがロゼリアでいられる大切な、また着たいな。でも私は私を変えてくれたこの人たちと、もっともっともっと音楽がしたい。私はその初めてのことを経験できて本当に楽しかったです。私にとってロゼリアはとても大切です。大切で大好きな場所ですから。胸を張るように、これからも努力していきたいと思います。勇気出してよかった。それではそろそろ私行きます。はい、またライブハウスで。さようなら。